で、あと、まあ、壁や天井以外にも鉄分っていうものがありますね。まあ、これはあのパイプスペースの扉といって、まあ、玄関横にね大体あるこう鉄皮なんですが、こういったところの錆で、玄関扉ね、こちらもそうなんですが、まあ、昔の鉱団の建物なんかは鉄皮っていうね、いわゆるまあ鉄の扉で、扉自体も塗装したんですが、最近ではおしゃれなマンションが増えてますんでね、扉自体は、塩ビシート、ね、化粧塩ビシートっていうものを貼ってますんで、まあ、特に塗装の必要がない。で、ただその枠ですね、こちらはまあ塗らないと、このようにまあ剥がれてきたりとか、錆びてきたりしているようなケースもありますね。まあ、ただこれも、まあ、正直ね、分譲マンションか賃貸なのかによってね、枠をどこまで塗るかっていうことがね、よく協議されます。というのが、まあ、本来で言えば枠の戸当たり、ね、扉を開けて、まあ、戸当たり、戸が当たるところですね、そこまでまあ一般的に塗装すれば理想なんですが、まあ、それをするにはね、家の方在宅していただく必要があります。でもなかなかね、それはまあ難しい問題、いわゆるまあ分譲の場合なら協力していただけるんですが、賃貸の場合正直なかなか協力していただくのは難しいとなりますんで、まあ見えがかりって言ってね、まあ、見えるところだけ塗装するっていうケースが多いですね。で、あとこのサッシ周りなんか見ていきますと、コーキングっていうのがねありますが、これがまあ劣化していたんで、で廊下なんかにね、窓がありますが、この窓多くがこういう面格子がついてますね。で、この面格子があるために、まあ塗装がしにくかったりとか、まあ逆にこのコーキングの取り替えができないっていうのケースが出ます。そのためにはこのね、面格子を取り外してやる。で、取り外すのが、外部、いわゆる廊下側からできるのか、それこそ部屋の中入ってね、やらないといけないのか、まあこんなところの取り付け方なんかもね、チェックが必要になってくるわけですね。で、まあ、あと、こういった廊下ですね。廊下の床。まあ、ここは、長尺塩ビシートっていうものを貼られてますが、まあ、これがね、まあ、どんな状態なのか。もしくは何もしてない状態であれば、こういったものをね、また貼っていく必要があるわけです。これは、まあ、美観性と、まあ、防水性っていうところと、両方兼ねてね、こういったものを貼っていきます。まあ、あと、こういった、まあ、設備のボックス類ですね。まあ、細々したもん、いろいろあるかと思うんですが、こういったものも基本まあ外側だけですが、まあ錆びたり傷んだりしてますんで、塗装の対象としていくわけです。で、まあ、あとこの消火器のね、まあ、これ消防法でね設置するっていう必要があるんですが、まあ、これも正直ね、まあ、長年取り替えてなかったりとか、してることもありますが、せっかくねこういう大規模の修繕するときは、そういったところもね合わせて点検すればいいかと思います。この消火器プレートなんかもね、字が消えてしまったり割れてしまったりしてるケースがありますんでね、まあ、この際に一緒に取り替えてしまえばいいかと思います。で、今度外回りですね、歩いていきますと、まあいろいろこうね、まあ、壁の傷み、コーキングの傷みね、いろいろこういったところが目についてくるかと思います。で、タイルの部分に関してはね、この打診棒って言いますが、こういう棒で、コツコツこう叩いてね、音を聞いていきます。で、中にはこのタイルが浮いてしまって、ポコポコいう、もう明らかに音が違いますんでね、分かるかと思いますが、こういったところ、ね、範囲が広くなると、まあ剥離するわけですね。タイル自体が、ボコッと取れてしまう、まあ、そういう心配がありますんで、この目地のところに穴を開けて、エポキシっていう注入ね、エポキシという樹脂を注入してあげるっていうようなことをしてね、タイルが取れないようにするということがね、改修工事で行われます。